はい、というわけでお世話になっております。まだ真っ暗なんですけれどもね、ちょっと真っ暗な時間釣れちゃうとあれなんでカメラ回しときます。この前もね、真っ暗の中で小ザブ級のヒラメ出ちゃったんで、その時ね、使ってたのがこいつです。暗い時間にね、マゴチも釣ってるんで、この時間から始めるときはこいつをちょっと信頼して投げるようにしてます。ちなみにあっちには、クロヒョウ、それから今日は右側にはバトラーさんが来てくださってます。また詳しいことはね、明るくなってからお話ししたいと思います。ちょっとやってみます。やってる。お世話になっております。暗い時間から投げたんですけれども、何事も起きずっていうところで、何かありました？いや、何もないですねちょっとだけ遠出してきました。いつものね、静岡サーフじゃないんで、ちょっと場所の状況があんまり詳しく分かんないんですけれども、まあ探り探りやっていく感じになるかと思います。まあ見た感じは河口寄りに皆さん入ってらっしゃる感じなんですかね。レトラ寄りと河口寄りっていう感じで、なるほど。今ちょっとテトラ周りをやってきたって感じですね。今何投げてるんですか？メタルジグですね。青物は左右もある。あー、なんか青物が水温も高くて、バトラーさん今日来てくださってるんですけど、さっき16度って言ってましたね、水温。なんでもしかしたら青物、シーバス、それからマゴチなんかもこの水温だといるんじゃないかっていうお話でしたけれども、まあヒラメもいるはいるんですかねって感じで、ここで上がって打ちうかとしたら、はい、ヒラメっていう感じですね。あー、そうっすか。ないっすね。結構入られてるんですけどね。全額かってことはやっぱベイトですね。あー、来ましたね、確かに。菊間さんのあの揚げパンが話題沸騰になってて、コメントを見る限りでは菓子パン派の人が多くて、どっちかっていうと僕がマイノリティでしたやっぱ大きになんかいますね。あ、本当っすか。さっきからね、チラチラ水面バシャってなって、あー、なんか今パチャってなりましたね。中層で上がってきましたね。あ、本当っすか。そこまでじゃなくて、さあいよいよ可能性が見えてまいりました。というわけで生間さんも当たりがあったっていうことなんで、ちょっと大きめにベイトがいるらしい。ちょっと僕もね、水面パシャってなるのを見ましたね。というわけでメタルエフェクト初投入、情熱フェニックスからのスタートです。なんかいる、なんかいる、なんだ、生命出した。普通のこの城じゃない、正面じゃないよ、普通のこの城。普通のこの城ですか、うん、生命感の正体はこいつだったかもしれないですね。それを食ってるヒラメとかがいるのがでかいですね。なんか生命感あるなと思ったっすよね、この城でした。遠目から見た感じ、ヒラメ、うわー、ヒラメかー、すげー。ポポポポポポ歩いて1トンぐらいです。マジっすか。この後も結構前から。あ、マジっすか。で、ワーム、ラップに回す。うわー、ほんとだ。歯型が、歯型ついてますね。作戦変更して、僕もワーム投げよう。ちょっと作戦変更します。あマジでマジで頑張ってバラさないで、バトラさんにヒット来た来た、いいんじゃないですか。当たりそうなの、これだけど。いいやつ、うお、なんか生命感が出だしたらみんなバタバタっと、いいやつない？何？え？なんすか？ラメヒ？え？ヒラメ！わー！すげー！ほらほらこれ、この間。え？マジっすか？
またこいつっすか。ただまき今落ちて修理ただまきしたらマジっすか。浮いてたんだよ、そこについてなかった。え、中層ってことですか。中層、うん、中層よりまだ上かもしれない。だって落ちてすぐに巻き始めた。あ、そんな上ですか。うん、これ一応さ見習ってこれつけた。そうなんですね。全然今日一投もそれ投げてなかったっす。ギリありましたよ。ギリ切らないっすね。すごい、右でひらめ、左でひらめ出ました。どうしよう、ワームにしようか、ミノを投げようか、ちょっと運命の分かれ道。ミノじゃないですか。ミノっすか。ミノを投げてみようかな。試しにやってみますか。前釣ったとこみたいにね、そんな浅くないんすよね。なんですけど、着水してすぐ巻き出して釣れたって言ったから、結構上に。というわけで暗雲が立ち込めてまいりました。バトラーさんがヒラメ1枚出たんで、まあヒラチャレ自体は成功っていうことにはなろうかと思うんですけれども、キマさんと私の方にはですね、まだちょっといいやつが、まあちょっとこれじゃ足りないでしょっていうことで引き続きやっていくんですけれども、まあだいぶ釣り人の方も減りましたね。今ちょうどいい時間帯ぐらい、ちょうど今釣れる時間帯です。あ、腰をでゆるーく上げてる感じなんですね。投げないとね、釣れないの分かってるんですけどね。頼みました、生駒さん。やりますよ、やりますけどね。まあちょっと自分のペースでやっていきます。引き続きよろしくお願いします。本日はクリスマスイブでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。家族と過ごしたり、恋人と甘い時間を過ごしたりね、一人ぼっちの方もいるかと思います。僕は海にいます。メリークリスマス。いよいよ年の瀬、年末はいろいろありますよね。クリスマスからお正月にかけての三が日、そして七草がゆっていうね、食べ過ぎからの胃もたれ起こさないように気をつけてねっていうのがね、七草がゆですね。おじさんにもサンタクロースは訪れてくれるのでしょうか。この広い海の中からね、僕の一番欲しいもの、ヒラメっていうねプレゼントをね運んできてほしいなという思いを込めて、サンタクロースもね結構情熱フェニックスに身にまとってるんで、今クリスマスになぞらえて赤いの投げてます。サンタへの手紙を書いてきましたんで、ヒラメが欲しいですと。帰ったらね、クリスマスツリーの下にヒラメがいるかも分かりません。今釣らしてほしいです。大きいヒラメは嫌です。ちゃんとかけて、わーっつって、あーってやりたい。あー来たーって。予定調和に釣れてくれるほど自然は甘くありません。甘いのはクリスマスケーキだけにしといてください。ちょっぴりビターなこのサーフを今日一日味わい尽くしたいと思います。いらっしゃれ。なんかあれ、なんかすごい、ちっちゃいイカ。イカに貝、イカに貝。すごい、3つ針がある中の2つかけてるじゃないですか。いかにかい。気持ちよく小学生にピリオド打ってほしいと。いい音鳴ってると思いますよ。シャッシャッシャッて。うるさいよ。メリーメリークリスマス。